中村天風術成功の実現力の変第一章人生来参皆さんごきげんよう天風であります今日はそもそも人間とは幸福でありうるものか否かということさらに 人というものは健康や運命に対して強いものか、はたまた弱いものかということも考えてみたい。あえてお尋ねするようですが、皆さんは時にはこういうことをとっくりと考えたことがあるかしらん。私いつもね、多くの人々の日々の生活の状態を見るたびに、こうした人生問題を果たして真剣に考えているのかしらんとしみじみ思われる。 もっともそういう質問がすでに滑稽だと思われるかもしれませんな。何がなしもう後から後から追いまくられるような忙しいと言おうか目まぐるしいと言おうか敬応もできない日々に生きているとたとえ時々は考えられても真剣に取り組んでとっくりと考えるなんていう余裕なんかありゃしませんよ。という人が100人に99人でしょうね。 ですから平ったい話が、幸福なんてものは強いて言えば一つの想像のようなもので、なかなか思うように我がものにならない。幸福にはなりたい。幸福でありたいと考えながら、幸福なんてことは、そう棚の上のものを下に下ろすようなわけにはいきやしないよと、半ば諦めてしまったような断定をしている人がどうも多いようですな。また中には、 ただもう幸福になりたい一心でがむしゃらに働いて脇目もふらず馬車馬みたいに一体全体何のために生きているのかしらんと思うような気の毒というか少しも余裕のある生活をしてない人がいますね。でそういう人はそういう人で理屈があっていやこうやっていればいつかは幸福になるだろうとちょうど昔のいろはがるたにあった。 犬も歩けば棒に当たる、と、ああいう風な気持ちなんだ。けれど、幸福はそういう風な状態で転がり込んでくるものじゃないんだな。それから、数多くの人の中には、こういうのもいますよ。いくら人一倍の働き方や稼ぎ方をしたって、今まで一向に恵まれた運命の人になれない。 学者や識者や宗教家にいろいろ参考になる方法や手段を教わってやってみたけれどもどうもあの人たちの言うような頼もしい健康も運命も作れやしないな結局幸福なんてものは絵に描いた餅でどう考えてみても確実に自分のものにすることは不可能じゃないか健康に対してもこの世の中油断も隙もない ともすれば病的刺激に何としても負けがちな見ようにより考えようによったら哀れな力弱いものが人間だというふうに思っている。またそういう人に限ってもうさんざんいろんなことをやってやることがみんな食い違って失望ばっかりするような結果が来ている。やれ運が悪いの。 思うようよになれなれいのどういうわけでこう苦労が絶えないのかとかねもう運命に対してもしょっちゅうぼやきがちそうかと思うと健康に対してはいやあ血圧がどうでいやーどうも糖分が多いいやーどうも肩が凝るどうも神経痛が治らないもっとおかしなやつになるとどうもよく寝られないとかどうも何やっても面白くないとか。 実際の話がどこが悪いとかここが悪いとかあれがどうだとかこうだとかっていうことばかりでいいことの方はちっとも言わない。そりゃまあそうも思うでしょうよ。生存競争が高波のうねりを作って荒れてるように激しいんだからね。ですから一時半時も心にくつろぎたい気持ちはあってもくつろげない。 ただもう何に一体追っかけられてるんだ何を追っかけてるんだって聞いたって何々とはっきり答えられないほどめちゃめちゃな人生に生きてとてものどかな人生などというものは想像するだけで現実に味わえずに生きてる人が多いんですよ。ご自身で考えてごらんなさい。 一日の仕事を終えて自分の今なり書斎なり寝間に帰った時に「ああ今日も無事に生きててありがたい」「また明日もこんな気持ちで」なんていう尊い気持ちを持った人はなくて「なんて忙しいんだろう本当に驚いちゃったなあ」「チェー」と言って寝床に入ってもオチオチ寝られないで「ああもうこうもあれをこうあれをどう」というふうに考えきってる。 安眠どころかトロトロっと寝たかと思うとまた目を覚まさなければならず目が覚めればまた馬車馬みたいに悪せく。因果なもんだなぁと考えてる人が多くないかい人間というものは終生生きてる限りは生活苦と戦うためにこの世に出てきたもんだとかもうそれ以上の何者でもないように断定しちまっているんだ。 もっと第二義的な考え方をする人は「なあに万物の霊長なんてなんだ戦先日めれば動物の一種じゃねえか」。もっともそういう方面からばかり人生を考えていればそうとしか考えられない結論が来るかもしれませんな。北向いていけば北に行くし南向いていけば南に行くんだから。しかしね。 人間とか人生を考える観点の置きどころを誤ってるんだからそれを訂正しなきゃピントが外れてるんだもの今授業をしている人に参考に一つ話したいことがあるんだがね私が若い時に非常に可愛がられた日本橋の堀止めに日比谷平左衛門という人がいた横浜のポテフリ ポテフリっていうのは横浜の鳩場で船から積み出す軽い荷物をカゴの中へ入れて担いでいく今ではいませんがカルコ人足といったそれからしまいには当時の金で5億円からの金をこしらえたという有名な働き手ですがインドから綿花を仕入れてその船が上海に停留している時に船火事を起こして綿花が全部焼けちゃった。 昔の2億っていうから今だったら天文学的数字です。そりゃあもう兜町でも株の相場が急に下落したくらいですから。その時にね私が感心したのはこの日比谷平左衛門っていう人の何とも言えない心のいわば力以上の光だな。 65歳だぜ、その時。普通の人間だったら65になったらもう大した希望も心に湧いてこない年頃老後の暮らしでも考えていようって年頃だのに僕が「大変なことができましたな」と言ったところが「いやこんなことは商売にはありがちですよ。また儲けさせてもらう大きな動機ができましたよ」って言うから「ええー 受けたまあれば2億からの損害だそうでいや損害だと思ってませんよ2億の元金を一人でに神がこしらえてくれて今度はその数倍がまた前い戻ってくると思うと大きな楽しみだ私はね自分で教えた人間にこんな偉いやつがいたのかなってびっくりこいちゃったよそうしたら果たせるかな 3年経たないうちにだねその損害を全部取り戻しちゃってなお金が5億ばかり残ってる大した学問もないただポテフリから成り上がった人だがそういうどえらいショックにあってもびくともしないんだところが今の事業家見てみろわずかな不当たり受けても青菜にしようみたいになり少しぐらい損害受けてももうダメだってなこと言っちまうんだ だから戦後ご承知の通りやたらに世の中の好景気にあおられて高度成長したやつがバタバタ将棋倒しで倒れちまうのは欲の皮だけ突っ張っててちっともその心に信念っていうものがないからなんだ要するに人間というものができてないどんなに事業方針が確立していようとまた経営方策が完備していようと 一番のトップに立っている人々のパーソナリティに多少なりとも欠陥があったらどうなるだろうか健康それから運命に対する扱いがしっかりできる人間でなかったら会長だとか社長だとかといったところでそれぞれの名前だけに過ぎないそれ以上のものは生まれてこないそれがためにどこまでもまず人間を作れ それから後が経営であり、あるいはまた事業である、ということを私、しょっちゅう言ってるんです。とにかく指導者に一番必要な人間を作る根本基礎となるべき階級の高い哲学や科学が耳に入っていようとも、あなた方が今までどんな教養を受けた人であろうと、 人生に自分の知っている以上の大きな消息や事実があるということをご存じない人が実際に多いんです。大抵な人間はね理屈は言う議論は言うかなれど人生をただ二義的に考えてその考え方も間違っていない当然のように思っている。そうして相変わらずやれ金が幸福のもとだ物質が幸福のもとだ地位だ名誉だなんて。 ご覧なさいこの頃の大人たちがそういうものをものにすれば幸福にも健康にもなるように思ってるだが金持ちみんな幸福かいな金や物質なんていうものは仮想の存在で実相の存在じゃないんだから第二義的な人生はどこまで行っても相対的なんです 多少の効果はあるとしても程度問題でそれ以上は出ていかないんです。さっきも言った通り人間を判断し理解する認識のピントがボケて焦点が狂っているといくら努力してもそうして幸い幸福になりそうな金ができても地位ができても真の幸福も健康も完全に得られませんよ。 あなななた方ははは生きててることは死んでない以上はよくご承知になってますどんなとぼけたやつでも「いやー俺はひょいとすると死んでやしねえか?」と思うなんて人はいないしかし生きてるという現実の中に生存と生活の2つの部面があることに気がついていますか 人間が人間らしく生きるのには何を置いてもまず第一に我々は生命の生存を確保する生き方を考えなければならないのです。その次に生命の生活という生かし方を考えるところが多くの人たちは生命生存の確保という大事なことをあまり留意しない傾向があるんです。中には 天から考えてもも見ないといいとう人もいる生活に対する方法ばかりどうすれば健全に生きられるだろう食い物かしらん薬かしらんあるいは空気のいいところかしらんつまり肉体本位に生活することばっかりを健康獲得への唯一の手段だと考えてまあ何年無駄な努力を繰り返したことでしょうで 肝心要の生存の方面に対しては生存しているから何も研究する必要はないと思ってる。なるほどそれは生存という方面に対して何らの理解がなくてもある程度まで生きていかれますよ死なない限りは。けど死なない限りは生きていかれるということは生きてる間は完全に健康でしかも長生きができるということにはならない。 どうやらこうやら生存しているという状態がただ続いていってある年限来ると寿命も来ないのに何らかの病的刺激かあるいはその他の事情でポコーンとこの世から姿を消しちまうだけなんだ多くの人たちは生命が生存しているから日々の生活ができるんだという絶対の事実にちっとも気がつかないんですしかし ここは一つ考えてみてください。命があるから、言い換えれば、生命が生存しているからこそ、生活ができるんでしょう。そうである以上、命を完全に活かすこと、つまり生命の生存を確保することを、何を置いてもまず第一に考えなければいけないんですよ。これは議論じゃなくて、事実から、 気ががくはずななんですがなそこでどうすれば生命の生存の確保ができるかというと心と体が打って一丸とされたものが生命である以上心と体の両方をです自然法則に絶対に背かせないようにすることです自然法則に背かないようにするには一体どうすればいいかというと 第一に心の態度を終始一貫いかなる場合があろうとも積極的で荒らしめることです積極的で荒らしめるということは尊く強く正しく強く生きることなんでありますおよそこのことぐらい人生および生命に対して大事なことはないのでありますそれから 体の方は常に訓練的に積極化するということを心がけなければいけませんつまり秩序を追ってだんだん慣れさせる以上が生命生存確保の大事な要定なのですその次に生活に対してはいかなる条件が必要かというと 心も肉体もその可能率をを促進すすするるここととと本なののでありますその方法として「心」の方は使用するときに必ず精神を統一することそれから「体」の方は抵抗や耐久力というような生活に直接必要なものを力強くするために これまた訓練的に積極化するということを怠ってはいいけないのですす訓練的に積極化するというのは習うより慣れろという人間の生命に存在する自然性を応用したものです。焦らずせかずだんだんに習慣性を応用して力強い肉体を作ることを常に実行していくことであります。 以上の心身統一法の根本条件を実行すると心と体が着せずして結合統一されその結果生命要素がぐんぐん増大して健康はもちろん運命の方面までも極めて良好に向上するそしてすこぶる幸福な人生がそこにできてくるのであります我々は本当に生きがいを感じられるのです。 心身統一法という一つのドクトリン教義は健康と運命と完全にする生命要素というものを作ることをそのプリンシプル根幹にしているのであります。生命要素とは何かというと平たい言葉で申し上げると健康や運命を両立的に完成するのに必要な生命の力であります。 私はこの力をあなた方のご理解の便宜上6種類に分けていつも説明してます心身統一法によってその内容量を増やす力第1が体力であります第2が胆力第3が判断力第4番目が断行力第5番目が勢力第6番目が能力 この6つの力が生命の中にその内容量を豊富にしていない限りはどんなことをしても完全健康と完全運命を自分の人生のものにすることはできないのであります。ですから世界一のどんなにいい医者にかかろうと比類のないいい薬を飲んでもこの力が少しでも欠乏していたら断然健康などということは夢です。現に有名な ロックフェラーの前のアメリカ一番の金持ちと言われたカーネギーが65歳で胃がんにかかりました。もっとも今から約35、6年前の話です。全世界の医者にカーネギーがこういう広告を出したんです。俺の胃がんを治してくれというような無理なことは言わない。5年生かしてくれたならば俺の財産の半分 あれはななななぜ金をみんなやると言わかかったかなどうせダメならば景気よくみんなやると言っちまえばよかったんだよその自分のカーネギーの金は今のアメリカの財産の6倍あったって言うんですまあどうでもいいけどそんなことは人の金だから喉から手の出るほど金の欲しい医者どもはいたでしょうけれども治せないから引き受ける者は一人もいなかった。 お金の力でああいう設備こういう養生法こういうやり方ができるというようなことをよく医者が言いますよそれでもしも病が治ったらカネギーなんていまだに死なずにいるだろうと思う違う違うたとえ懐に一文もなくともこれだけの6つの力が自分の生命の中に内容量豊かになれば 人生はこれさながら天幕であります。それこそ矢でも鉄砲でも持ってこいというような気持ちで生きられる。健康はもとより運命までも順風に帆を上げたような毎日が味わえれば心に不平も起こらないし反問もなく大したどはずれな欲望も出ず日にち毎日が何とも言えない明るい恵まれたものに。 人がどう考えようと本人に感じられて生きられるのですから、本当の幸福というのは、これ何を言うメリット、私は言いたい。どんなに金の中から首を出しているように金があっても、健康がそれも自分の健康が良くっても、家族に病人があったり、またなくっても病人が出やしないかと思うだけでも愉快な気持ちじゃないでしょう。 健康に対しても運命に対してもいつ考えてみてもどこもどうも悪いところがないと感じた人生に生きた時どんな楽しみがあるかは今まで味わったことがない味わいですからお分かりになりますまいけど私は断言します信念を持って断言します生きる正しい方法を知って生きたら まことに楽しい生きがいのある人生を送ることができるんであります。ですから、もっともっと人生を楽しまなければもったいないですよ。生き方一つで楽園になるんだから。さあそこで、簡単に結論に入りますが、これは冗談事ではない、あなた方の人生問題ですよ。ですから、 この6つの力が自分に完全にあるかないかを自問自答されたいのであります。あくまでも公平にですよ。まず我に体力。本当に頼もしい状態であるかないか。一番いい標準はね男の人も女の人も。 俺も80歳越しても天風先生くらいの元気で生きられるかしら痩せ我慢じゃダメよ。あの野郎もあれだけの元気で生きてるから俺も生きられるだろうなんていうのはいけない。だろうは。言わんやましてやたらに風邪ひいたり腹出したりやら頭が痛いの腰が痛いのっていう人間は80どころか70の声も聞かねえうちにぺしゃんこになっちまう。 この間、大阪でのんきなことを言うやつがあったよ。私のうちは長生きの家筋でね、じいさんが82で死んで、ばあさんが80、おやじが79で、おふくろがまた75なんだ。ですから、私もそこまで生きられると思う。と。まだ生きられないうちに生きられると思うって、のんきなやつもあるものだ。しかも、 非常に神経過敏なな状態の男なんです。人生やせ我慢では解決つかない。とかく自分のことを考える時は身びいきがありますからね。さあ大して安心のできるほど丈夫さはないけれど腸内じゃ俺強い方だからな風邪ひいたって年に3度ぐらいのものだから別に大したことねえだろう。なんてことを考えているのは 大変ずさんな考え方です本当に頼もしい体というのはやたらとヘンてこにならない体。あなた方の体はやたらにヘンてこになりやすい体じゃないか第2の「胆力はどうだろう」胆力っていうのは何も英雄豪傑のような胆力を言うんじゃないですよ。人間として持つべき普通の心の強さ。 俺は神経過敏かしら気がちっちゃいかしらこれが胆力あるかなしかである。心臓に毛が生えているかどうかじゃないですからどうぞ。心臓の毛の方なら私があなた方に教わらなければならない。毛はいくらあってもだめ。賞味強いものでないと。パイパンでも構わないの。心臓は。もう哀れなほど気の弱い人が、しかも、 堂々たる男子の中にさえあるおとといまで私淡路島にいた今度新しく警察の署長さんになったのが天風会員で「淡の鳴門をご覧に入れ方々須本の有志家にお話を」ってんで行ったんですその時に土地の有力な人が3人来まして「つかぬことを先生承りたいんですが」 近々大地震があるそうですが、ありますでしょうかって言うからね。そうね。地面の上にいる以上は大地震があろうよ。怖いのへえ。そう。それじゃあアドバルーンに乗ってたらいい。いえ、冗談じゃありません。本当にあるかないか聞いてるんです。それあるよ。きっといつかは。いえ、4月の20日だそうです。 おおそいつはどうも私は断言できないねしかし会ったらどうするつもりいやそれがおっかないんで聞いてるんですおっかないで聞いてあると言ったらどうするつもりそれから先はまた先生に相談してどこへ行ったらいいか教わりたいと思ってあんた失礼だがいくつ ?59 でありますそのお隣はは61であります あなたは同い年であります何をなさっていらっしゃるのはい一人は教育委員長であなたは私は社会福祉の方の仕事をしていますやめちまいなさいそういうのみんなあなた方でまあ4月の20日に無事か無事でないかわからないから遠くへ行くか今ねジェット機で12時間でアメリカへ行けるからアメリカへ行っちまいなさい 日本が置かなければいえ先生は平気でいるけれどもおっかなくないんですか天才地変を心良しと思う者がこの世の世中にいいるかいじゃあ先生もやっぱりおっかないでしょおっかないという言葉で表現はできないけども嬉しいとは思わないね。だから地震が起こったらどうします どうしますって怒ってみなきゃわからねえじゃねえかつぶされると死にますよそりゃあつぶされれや死ぬよしかしつぶされないかもしれないことも考えなきゃあんた方失礼ながら三人揃って私のところへ来たがそんな風だと毎晩おちおち寝ないんじゃへいへいその通り寝ろったって寝られませんよ先生いつだってぐらぐらっと来るかわからない あなた方は笑って聞いてるけど中には本当に気にしてる人がありゃしないかひょっとするとあるかもしれないこないだ、週刊読み入り」に書いてあったなんて「<laughs> 週刊読み入り」に書いてあれば本当にあると思うんですかあったらあったでいいじゃないか地面の上にいる以上あるよ絶対に動かない地面ってないもの地球がしょっちゅう回ってるんですから 人間というものは死ぬ時は死死ぬぬよ。何にもなくとも死ぬ時は死ぬんですからそれよりはもう少し気の利いたことを考えたらどうだろうと思うけどもどうも気の利いたことを考えられないことほどさように神経というものが過敏になっちまうと哀れ惨憺たる状態になるらしいですなもう気の小さな人になると今度は何かありゃしないかしらん。 普段と違ってネズミが天井でえらく騒ぎ上がる。ネズミだってシーズンがクりゃ騒ぐよ。人間は生まれてから死ぬまでシーズンだ。どうも風が余計吹くが火事でもあったらどうしようとか。自分の心の中にいろいろな幽霊を書いておっかながっておちおち夜も寝られないって人がずいぶんあるのではないでしょうか。そういう人は毎日が極めて落ち着かない。 おっかなびっくりの状態で生きてる時間が繰り返されてるだけです。これじゃあ長生きできませんよ。その方面からの影響で神経生活機能がぐんぐんより悪い状態にされちまうんだ。これはまた後の話に出てきますが神経生活機能の持つ役割というものをお話しするとわかる。さて第3と第4判断力。 断行力はいかが判断力だけが入念でもいけないんですよ。断交力がこれに愛好をしないとさりとて断交力ばかりいくらあっても判断力が愛好をしないとやっぱりいけない。これは運命を築く上に一番必要な要な素であります自分のことは自分が一番よくわかるから自分一人で考えるんですよ。人と問答しちゃいけません。 お前はどうだい判断力は。なんてことは言っちゃいけない。一人で胸に手を置いて考える。第5番目の、勢力やいかに。ことかりそめならざる人倫の大本であるホルモン関係が、今の世の中の人は弱っていやしませんかこの説の人はませてるのか、慌ててるのか、もう50歳くらいから、 物の役に立たずなりにきり、という哀れな人がいるぜ。男でも女でも。そして、そういうことを何か非常に癒やしいことのように思ってる。天風先生、八重越しながらスケベや。なんていうふうに考えている人が多いんですよ。スケベで話をしてるんじゃないよ。人間、それが己の心から消えたらば、 自分の生命を焼き場の扉の方へ向けて生きてる人なんだ。かりそめならずと言ったでしょうこれはまさに人倫の大本だ。そんな難しい顔して私の顔を見なくてよろしい。あの気がなくなったら人生生きがいありやなしや月見ても花見ても雪見ても昔の禅の悟りの歌に「だるまさん ちょいとこっち向け世の中は月雪花に酒に女だというのがあるじゃないですか。いい歌だ。私は大好きだ。ああいう歌が。ああいう歌が好きな先生なんだから大抵あなた方と話が合うだろう。重箱の中に石炭柄入れてかき回すような四角四面なことは言わない。私は。顔見ればすぐわかる。衰えてる人は男でも女でも。 あの気が衰えたら、何もスケベイになれって奨励してるんじゃないですよけれど人生は死ぬまで色気のものなんだこう言うと女の人なんか私なんか相手にする人がない何も相手を探さなくったってその気をなくすなって言ってるんですそれから今一方の勢力に精神的な勢力というのがある 精神的勢力が衰えると国旗心と忍耐力が欠乏してくるのであります。国旗心の弱ってくるのは精神的勢力の減退している結果忍耐力が欠乏すると物に根気がなくなる。老衰の兆候として精神勢力が減退すると年をとって気が短くなったとか物を習うなんていう気がしなくなっちゃったなんていうのは みんな勢力減退の証拠だ。いかがでしょうあなた方はそれから最後の能力世の中には何をさせてもできないってやつがいるよく我慢して生きてると思うんだけど能力も精神的と肉体的と両方面ありますが五輪五体が全く備わっている以上は男は男のできること 女女はののでででききるるるここと、ととごとくできるに決ままってるのであります。手が一本ないとか目玉が一つしかないとか言うのなら人並みのことができない場合もあるところが男でいながら男のできることができず女でいながら女のできることができない人がずいぶんいやしないそれで体を調べてみると。 別に片輪でもななけけれれば、形ががあるけれどもそこが動かないって言うんじゃない。もっとも負け惜しみっていうのは人間にもありますから「何にもできなくたって今に偉くなったら秘書を置いてそれにさせる」って言うけれども「偉くならないよそういうのは」「笑いながら自分というものを厳かに検討してみてください」そして「ああまだ足らない点が多い」 縁あって人間の世界に生まれてきた以上はできるだけ強く長くそうして広く深く健康も運命も完全に生きなければ二度出てこられない世界だとこう気がついたら明日からおいでなさい。命が大事か大事でないか親類会議を開く必要も何にもないことですからご自身でお考えなさって本当に命が大事だと思うお方だけの集まりは 私、喜んでお導きしましまょう。そういう人は人生に対する本当に階級の高い理念を心の中にひらめき出した人なのでありますからそして人生という現実の世の中に生きる自分を本当のリアリストとして生かさなければダメです。夢のようなうつつのようなおとき話のような自己欺瞞で人生を過ごしてしまったのでは 二度繰り返すことのできないこの人生もったいないですあっそっかと気のついた時が新しいバースデーであります事故に新しい180度コンバージョン転換を与えるバースデーを作るか作らないかはあなた方の自覚に待つのみであります